選択的スプライシングとは DNA からの転写過程において特定のエクソンを飛ばしてスプライシングを行うことである。卓越的スプライシングとも呼ばれる。選択的スプライシング。エクソンのスキッピングなどにより複数種の成熟メッセンジャー RNA が生じる。遺伝子にはアミノ酸配列に関する情報を含む核酸塩基配列が 遺伝情報を含まない配列によっていくつかに分断されている。通常 DNA からメッセンジャー RNA への転写が行われる際にはこれらのすべてが順に転写されていく。その後、転写生成物からイントロン部分の切り捨てが行われてエクソン部分が連結し成熟メッセンジャー RNA が出来上がるが、この不要な部分の切り捨ての過程をスプライシングと 呼んでいる。しかし、時にスプライシングを行う部位、組み合わせが変化し、複数種の成熟メッセンジャー RNA が生成することがある。これを選択的スプライシングと呼び、一つの遺伝子から多数の生成物が生じてくることになる。選択的スプライシングによってスプライスバリアント、またはスプライシングバリアントと呼ばれる変異タンパク質が生成される。 選択的スプライシングは、深核生物における正常な現象であり、ゲノムに高度される、タンパク質の多様性を大きく増大させる。人では、複数のエクソンからなる遺伝子のうち、約95%が、選択的スプライシングを受ける。選択的スプライシングには、多数の形式が観察されているが、最も一般的な形式は、エクソンスキッピングである。 この形式では、特定のエクソンが特定の条件下や組織では、メッセンジャー RNA に組み込まれ、他の場合にはメッセンジャー RNA から省かれることとなる。選択的スプライシングを受けた、メッセンジャー RNA の賛成は、一時、転写産物自身に存在するシスエレメント、そしてそれらに結合する、タンパク質のシステムによって調節される。 関与する、タンパク質には、特定のスプライス部位の利用を促進するスプライシング、活性化因子や、特定の部位の利用を低下させるスプライシング、抑制因子が含まれる。選択的スプライシングの機構は、極めて多様であり、特に、ハイスループットな技術の利用によって新たな例が、発見され続けている。研究者らは、スプライシングに関与する調節システムを完全に、 解明し、ある遺伝子から特定の状況下で産生されるスプライシングバリアントがスプライシングコードによって予測できるようになることを望んでいる。異常なスプライシングバリアントは疾患にも関与しており、人の遺伝子疾患のかなりの部分がスプライシングバリアントによるものである。異常なスプライシングバリアントは癌の発生にも寄与していると考えられており、 スプライシング因子の遺伝子は、様々なタイプの癌で頻繁に変異が生じている。選択的スプライシング最初に観察されたのは1977年で、ある。アデノウイルスは、その感染サイクルの初期に、ウイルス DNA の複製に先立って5種類の一時、転写産物を産生し、DNA 複製の開始後に新たに1種類の産生を行う。 感染の終盤に産生される新たな一時転写産物は巨大で3 2ットのアデノウイルスゲノムの5、6に由来する。これは感染細胞に存在するどのアデノウイルスメッセンジャー RNA よりもかなり大きいものである。研究者らは二型アデノウイルスが終盤に産生する一時転写産物は多くの異なる形へとスプライシングされ。 異なるウイルスタンパク質を高度するメッセンジャー RNA が形成されていることを発見した。さらに、一時転写産物は複数のポリアベニル株位を含んでおり、プロセッシングされたメッセンジャー RNA は様々な三末端を有する。1981年、正常な内在性遺伝子の転写産物での選択的スプライシングの最初の例が同定された。 甲状腺ホルモンであるカルシトニンをコードする遺伝子は、哺乳類細胞では、選択的スプライシングを受けることが判明した。この遺伝子からの一次転写産物は6つのエクソンを含んでおり、カルシトニンのメッセンジャー RNA は、エクソン14を含み、エクソン4のポリアデニル株位の後で終わる。この一次転写産物からは、他のメッセンジャー RNA も産生され、 それはエクソン4をスキップし、エクソン1356を含んでいる。このメッセンジャー RNA は、カルシトニン遺伝子関連ペプチドとして知られる、タンパク質を高度している。哺乳類の免疫グロブリン遺伝子での選択的スプライシングの例も1980年代の初期に観察された。その後、選択的スプライシングは、深刻生物で普遍的な現象であることが、 判明した。選択的スプライシングの記録保持者は、黄色症状バエドロサーアフィラモラノガスターのドスカムと呼ばれる遺伝子であり、この遺伝子からは38,016種類のスプライスバリアントが生じる可能性がある。選択的スプライシングの基本的タイプの伝統的な分類。エクソンは青と黄色の長方形、イントロンはそれらの間の線で表されている。 選択的スプライシングのタイプの相対的頻度は人と症状倍では異なる。選択的スプライシングは5種類の基本的な形式が一般的に知られている。これらの選択的スプライシングの主要な形式に加えて同じ電子から異なるメッセンジャー RNA が作り出される主要な機構が他に2つ存在する。多重プロモーターと多重ポリアでニルカ V である。 多重プロモーターの利用は、選択的スプライシングではなく転写調節機構として説明されるが、異なる地点から転写が開始されることで最も後、側のエクソンが異なる転写産物が作り出されることがある。他方、多重ポリアデニルブ位は、転写産物の最末端の地点が異なる。どちらの機構も、選択的スプライシングと組み合わせて用いられ、一つの 遺伝子に由来するメッセンジャー RNA にさらなる多様性をもたらしているマウスのヒアルロニダーゼ遺伝子で見られる3つのスプライシングパターン。エクソンとイントロンの縮尺は正確ではない。これらの形式は基本的なスプライシング機構を記述するものであるが、複雑なスプライシングの記述には不適切である可能性がある。例えば、右の図では、 マウスのヒアルロニダーゼ3遺伝子の3種類のスプライシング形式を示している。1番目と2番目のエクソン構造を比較した場合の形式はイントロン保持となるが、2番目と3番目面を比較した場合はエクソンスキッピングとなる。すべての可能なスプライシングパターンを1位に示すための命名法が近年提唱されている。スプライソソーム A 複合体は、 イントロンの除去前に5端と3端を決定する。DNA から転写されたメッセンジャー RNA 潜具体にはいくつかのイントロンとエクソンが含まれている。メッセンジャー RNA 中にどのエクソンが保持されるかはスプライシングの過程で決定される。スプライス部位の調節と選択はエクソン内スプライシングエンハンサー、エクソン内スプライシングサイレンサーといったプレ。 メッセンジャー RNA 自身に存在するシス、作用エレメント、そしてトランスに作用するスプライシング活性化因子と、スプライシング抑制因子によって行われる。真核生物の典型的なイントロンには、重要な領域を定義する、コンセンサス配列が存在する。各イントロンは5末端に、自由配列を持っている。3末端の近傍には、分子部位が存在する。 分子地点のヌクレオチドは常にアデニンであるが、その周辺配列には、幾分多様性が存在する。人の分子部位のコンセンサス配列は有名である。分子部位に続いて一連のピリミジン配列が存在し、それに三末端のエジー配列が続く。メッセンジャー RNA のスプライシングは、スプライソソームとして知られる RNA、タンパク質複合体によって行われる。 スプライソソームは U1、U2、U4、U5、U6 と名付けられた SNRNP を含んでいる。U1 は5末端の GU 配列に結合し、U2 は U2AF タンパク質因子の助けの下、分子部位内の A に結合する。この段階の複合体はスプライソソーム A 複合体として知られている。A 複合体の形成は通常、 スプライシングで除去されるイントロンの末端と保持されるエクソンの末端を決定する重要な段階である。U4、U5、U6 が複合体に結合し、U6 は U1 にとって変わる。U1 と U4 が乖離する。その後、残った複合体は2つのエステル交換反応を行う。最初の反応では、イントロンの5末端が上流のエクソンから切り離され、 分子部位の A に対してに、5ホスホジエステル結合を形成する。2番目の反応では、イントロンの3末端が、下流のエクソンから切り離され、2つのエクソンが、ホスホジエステル結合で連結される。その後、投げ縄型のイントロンが乖離して分解される。スプライシングの抑制スプライシングはトランスに作用する、タンパク質と、プレメッセンジャー RNA 上に存在してシスに、 作用する調節部によって調節される。しかし、スプライシング因子の影響はしばしば一依存的であることには留意すべきである。つまり、イントロンのエンハンサーエレメントへ結合した際に、スプライシング活性化因子として働く、スプライシング因子が、エクソンのスプライシングエレメントに結合した際には、 抑制因子として機能する場合もあり、逆もまたしかりである。プレ・メッセンジャー RNA 転写産物の二次構造も、スプライシングエレメント同士を結びつけたり、スプライシング因子の結合エレメントを覆い隠したりといった形でスプライシングを調節する役割を持つ。これらのエレメントは、様々な条件下で、スプライシングが、 どのように起こるかを指示するスプライシングコードを形成している。プレメッセンジャー RNA 上に存在するシス作用 RNA エレメントには2つの主要なタイプが存在し、それらには対応する RNA 結合タンパク質が存在する。スプライシングサイレンサーはスプライシング抑制タンパク質が結合する部位であり、近接する部位が スプライスジャンクションとして利用される可能性を低下させる。これらはイントロン自身に位置していることもあり、隣接するエクソンに位置していることもある。これらの配列は多様であり、結合するタンパク質の種類もまた多様である。スプライシング抑制因子の多くは、ハンパイチやポリピリミジントラクト結合タンパク質などの HNRNP である。 スプライシングエンハンサーは、スプライシング活性化因子が結合する部位であり、近接する部位が、スプライスジャンクションとして利用される可能性を高める。これらもまた、イントロに位置するものとエクソンに位置するものがある。イセとエセに結合する活性化タンパク質の大部分は、SR タンパク質ファミリーのメンバーである。これらのタンパク質は、RNA 認識モチーフと、 アルギニンセリンリッチドメインを含んでいる。スプライシングの活性化一般的に、スプライシングはコンテクストに依存した様式で決定される。特定のシス作用 RNA エレメントの存在は、ある場合には、近接部位でのスプライシングの可能性を増加させるが、他の場合では可能性を低下させることもあり、その効果はコンテクストに依存する。 スプライシングを調節するコンテクストには、プレ・メッセンジャー RNA 上の他の RNA、配列特徴の存在によって決定されるシス、作用コンテクストと、細胞の条件によって決定されるトランス作用コンテクストが含まれる。例えば、一部のシス作用 RNA エレメントは、複数のエレメントが同じ領域に存在するときにのみスプライシングに影響を与える。 他の例としては、シス作用エレメントはその細胞で、どのタンパク質が発現しているかによって、スプライシングに反対の影響を与える。スプライシングサイレンサーとエンハンサーの適応的意義について研究がなされており、人の遺伝子では、新たなサイレンサーを生み出したり、既存のエンハンサーを破壊することを防ぐ強い選択が、かかっていることが示されている。社会性昆虫では、 セピグドナメチル化が選択的スプライシングを調節する役割があることが示されている。西洋ミツバチアピスメリフェラではゲノム公開後に行われた最初のいくつかの研究によると CPG メチル化がエクソンスキッピングを調節するようである。CPG メチル化によって調節される選択的スプライシングはエクソンスキッピングだけではなく イントロン保持や他のスプライシングイベントでも広範な影響を与えている。エクソンスキッピング、症状映え DSX 遺伝子 DSX のプレ、メッセンジャー RNA の選択的スプライシング、黄色症状映え D モラノガスターの DSX 遺伝子は6つのエクソンを含んでいる。オスでは、エクソン1、2、3、5。 6が連結されて、メッセンジャー RNA を形成し、オスの発生に必要な転写調節タンパク質をコードする。メスでは、エクソン1、2、3、4が連結され、エクソン4のポリアデニル化シグナルがその地点での、メッセンジャー RNA の切断を引き起こす。その結果生じたメッセンジャー RNA は、メスの発生に必要な転写調節タンパク質をコードする。 これは、エクソンスキッピングの例である。エクソン4の上流のイントロンは、コンセンサス配列と、あまり一致しない、ポリピリミジントラクトを持つため、U2AF タンパク質は、スプライシング活性化因子の補助がなければほとんど、結合しない。そのため、この3、スプライス受容部位は、オスでは利用されない。メスでは、スプライシング活性化因子トランスフォーマーが、産生されている。 SR タンパク質、トラ2は、両性で産生されており、エクソン4のエセに結合する。トラ存在下では、トラは、トラ2へ結合し、他の SR タンパク質と共に弱い、ポリピリミジントラクトへの U2AF タンパク質の結合を補助する複合体を形成する。その結果 U2 が、分子点にリクルートされ、エクソン4が、メッセンジャー RNA へ組み込まれる。 選択的需要部位、症状場えトランスフォーマー遺伝子、症状場えトランスフォーマー遺伝子産物の選択的スプライシング黄色症状場え D、モラノガスターのトランスフォーマー遺伝子のプレ、メッセンジャー RNA は選択的需要部位形式の選択的スプライシングを受ける。この遺伝子が行動するトランスフォーマータンパク質はメスでのみ発現する。 この遺伝子の一時転写産物は二つの需要部位を持つイントロンを含んでいる。オスでは上流の需要部位が利用される。そのためプロセッシングされた転写産物には長いバージョンのエクソン2が組み込まれ、そこには本来の収支コドンよりも上流に代替的収支コドンが含まれている。その結果、メッセンジャー RNA は切り詰められた。 不活性なタンパク質を高度することとなる。メスは、性決定タンパク質である SXL を産生する。SXL タンパク質は、トラ転写産物の上流の需要部位近傍の ISS に結合するスプライシング抑制因子であり、U2AF タンパク質が、ポリピリミジントラクトに結合するのを防ぐ。これによってこのジャンクションの利用が防がれ、スプライソソームは、 下流の需要部位へ結合する。この地点で、スプライシングが起こることで、上流の代替的収支コドンは、イントロンの一部として除去される。その結果、メッセンジャー RNA は活性のある、トラタンパク質を高度し、他の性関連遺伝子の選択的スプライシングの調節因子となる。エクソンの定義、ファス需要体ファス需要体プレ、メッセンジャー RNA の 選択的スプライシングファス受容体の複数のアイソフォームは選択的スプライシングによって生み出される。人で通常生じる2つのアイソフォームはエクソンスキッピング機構によって生み出される。エクソン6を含むメッセンジャー RNA は膜結合型のファス受容体を行動しアポトーシスまたはプログラム細胞子を促進する。慢性的に日光にさらされた。 皮膚細胞ではファス受容体の発現が上昇しているのに対し皮膚癌細胞では発現が見られないことは人ではこの気候が全癌状態の細胞の除去に重要であることを示唆しているエクソン6がスキップされた場合生じるメッセンジャー RNA は可用性のファスタンパク質を高度しこれはアポトーシスを促進しないエクソンが組み込まれるかスキップされるかは ティア -1 と PTB という気候する2つのタンパク質に依存している。この機構はスプライシングによってエクソンが定義される例である。通常、スプライソソームはイントロンで組み立てられ、SNRNP のサブユニットはイントロンの5端と3端が結合するように RNA を折りたたむ。しかし、このような近年研究されている例は、 エクソンの両端の相互作用も存在することを示している。このようなエクソンを定義する相互作用では、二つの近接するイントロンで、スプライソソームが組み立てられる前にコアとなる、スプライシング因子が結合することが必要である。 抑制因子と活性化因子の競合、HIV-1 タットエクソン 2HIV-1 タットエクソン2の選択的スプライシングトで、AIDS を引き起こすレトロウイルスである HIV は1本の RNA 一時転写産物を産生し、複数通りの選択的スプライシングを受けて40以上の異なるメッセンジャー RNA が産生される。異なるスプライシングを受けた。 転写産物間の並行によって異なる産物をコードする複数のメッセンジャー RNA がもたらされており、この機構はウイルスの複製に必要とされる。異なるスプライシングを受ける転写産物にはタット遺伝子が含まれ、その中のエクソン2がスキップされたり組み込まれたりするカセットエクソンである。エクソン2の組み込みはスプライシング抑制因子 h n r n p a と SR タンパク質 SC35 の間の競合によって調節されている。エクソン2内部に存在する ESS とエセの配列は重複している。A1 抑制タンパク質が ESS に結合した場合、複数の A1 分子が強調的に結合して、エクソン2の上流の5強用部位まで伸び、コアスプライシングインシー U2AF35 が ポリピリミジントラクトに結合するのを防ぐ。SC35 がエッセに結合した場合、A1 の結合は防がれて5強予分は、スプライソソームの組み立てのために、アクセス可能な状態が維持される。活性化因子と抑制因子の競合は、両方のメッセンジャー RNA のタイプが産生される、ことを保証している。選択的スプライシングは、一つの DNA 配列が一つの、 ポリペプチドをコードするという概念の例外の一つである。現在では、一遺伝子たポリペプチドとでもいう方が正確であるかも、しれない。ある DNA 配列や、あるプレメッセンジャー RNA から、どのポリペプチドが産生されるかを決定するためには、外部の情報が必要である。調節方法は遺伝するため、変異によって遺伝子発現に影響を与える。 新たな方法がもたらされている。深核生物においては、選択的スプライシングは情報をずっと効率的に保存するための非常に重要なステップであることが提唱されている。いくつかのタンパク質をそれぞれ別々の遺伝子ではなく一つの遺伝子にコードすることによって、限られたサイズのゲノムからより多様なプロテオームを作り出すことができるようになる。また、 選択的スプライシングによって進化的な柔軟性がもたらされる。一箇所の点変異によってあるエクソンが時折除去されたり組み込まれたりするようになる可能性があり、これによって元のタンパク質を失うことなく新たなアイソフォームを生み出すことができる。非公正的エクソンには天然編成領域が多く見られることが研究で、 示されており、アイソフォーム間の機能的際は、こうした領域の機能的モジュールの変化によってもたらされていることが示唆されている。アイソフォーム間の機能的際はそれらの発言パターンにも反映されており、機械学習によるアプローチによる予測も行われている。また、進化の過程で、選択的スプライシングは多細胞性よりも先に出現しており、 この気候多細胞生物の発達を補助するために採用されたものである可能性が示唆されている。ヒトゲノムプロジェクトや他のゲノムシーケンシングに基づいた研究によってヒトの遺伝子の数はセンチューシンオラブデュテスエレガンズよりも30%多いだけであり、黄色症状バエドロサーアフィラモラノガスターのわずか2倍である。この発見はヒト。 より一般的に、脊椎動物で見られる、複雑性は、無脊椎動物よりも人で、選択的スプライシングが効率で起こるためではないか、という施策をもたらした。しかし、人、マウス、ラット、牛、ハエ、センチュウ、そして白いヌナズナ由来のそれぞれ10万のエサンプルを用いた研究では、人と他の動物との間で、選択的スプライシングを受ける、遺伝子の頻度に、 大きな差は見られなかった。一方別の研究では、これらの結果は、生物種によって利用可能な絵の数が異なることによるアーティファクトであるとされた。各生物種からランダムに選ばれた遺伝子で選択的スプライシングを比較した際には、脊椎動物では無脊椎動物よりも効率で、選択的スプライシングが起こっていると著者らは結論付けている。 RNA プロセッシング装置の変化は、複数の転写産物に誤ったスプライシングを引き起こす一方、スプライシング部やシス作用調節部位の位置、塩基地間は一つの遺伝子のスプライシングに変化をもたらす。確率的解析による2005年の研究では、人の疾患の原因となる変異の60%以上が、コーディング配列に直接影響を与えるものではなく、 スプライシングに影響を与えるものであることが示された。より最近の研究では、すべての遺伝疾患のうち1、3が、スプライシングの要素を有する、可能性が高いことが示された。正確な割合が、どの程度であるかは置いておくとして、スプライシングと関連した疾患は多数存在する。講述する通り、スプライシングと関連した疾患の有名な例はガンで、ある。 異常なスプライシングを受けたメッセンジャー RNA は、癌細胞に高い割合で見つかる。RNA シークエンスとプロテオミクス解析を組み合わせた研究によって、癌経路に重要なタンパク質のスプライシングアイソフォームに大きな差が生じていることが明らかにされた。このような異常なスプライシングパターンが、癌の成長に寄与しているのか それとも単に癌と関連した細胞の異常の結果であるのかは必ずしも明らかではない。大腸がんや前立腺がんなど特定種の癌ではスプライシングエラーの数が個々の癌で大きく異なることが示されており、この現象はトランスクリプトムインストビリティと呼ばれる。さらにトランスクリプトムインストビリティはスプライシング因子の 遺伝子の発現レベルの低下と大きく相関することが示されている。DNMT3A の変異は血液の癌に寄与することが示されており、変異細胞株では同系統の野生株と比較してトランスリプトームインストビリティを示す。癌細胞では正常細胞と比較して選択的スプライシングの減少とスプライシングのタイプの変化が生じている。例えば、 癌細胞では、イントロン保持は、通常よりも効率であるが、エクソンスキッピングは定律である。癌細胞でのスプライシングの際は、スプライシング因子の遺伝子の体細胞変異が、効率で見られるためである可能性があり、また、スプライシング因子のリン酸化の変化によるものである、可能性もある。他には、産生されるスプライシング因子の相対的な量の、 変化の可能性もあり、乳がんでは、スプライシング因子 SF にアスフのレベルが上昇している。ある研究では、正常細胞より、腫瘍細胞で高頻度に見られるスプライスバリアントの割合は、比較的小さく、誤ったスプライシングを受けた時に、腫瘍の成長に寄与する遺伝子は限られていることが示唆されている。一方で、誤ったスプライシングを受けた転写産物は、 通常ナンセンス変異依存メッセンジャー RNA 分解機構と呼ばれる転写後品質管理機構によって除去されると考えられている。特定のスプライシングバリアントがガンと関係している。例としては、人の DNA メチルトランスフェラーゼ遺伝子の変異がある。3つの DNMT 遺伝子は DNA にメチル元を付加する酵素を高度し、この就職は 多くの場合調節効果を有する。異常なスプライシングを受けた DNMT3 バイトのメッセンジャー RNA が主要や癌細胞株では見出される。二つの異なる研究においてこれらの異常なスプライシングを受けたメッセンジャー RNA のうちの2種類で哺乳類細胞での発現によって DNA メチル化のパターンの変化が引き起こされることが示された。 異常なメッセンジャー RNA の一つを発現する細胞は対象細胞の2倍の速度で成長し主要成長への直接的な寄与が示された他の例としてはロンガ癌原遺伝子が挙げられる癌細胞の重要な性質は正常組織へ移動し侵入する能力である論の異常スプライシング産物は乳癌細胞での SF に アスフのレベルの上昇と関連していることが判明している。このメッセンジャー RNA に行動されるロンタンパク質の異常なアイソフォームは細胞に運動性をもたらす。ガワザ核の特定のニューロン集団におけるファーズ部、遺伝子の切り詰められたスプライスバリアントの過剰発現は薬物依存や行動指壁の誘導と維持の原因機構として同定されている。 近年の研究では選択的スプライシングの調節におけるクロマチン構造やヒストニ就職の重要な機能が指摘されている。これらの洞察はエピジェネティックな調節機構はゲノムのどの部分が発現するかだけでなくそれらがどのようにスプライシングされるかについても決定していることを示唆している。選択的スプライシングのゲノムワイド解析は 挑戦的な課題である。一般的には選択的スプライシングを受けた転写産物は絵の配列を比較することで発見されるが、これには非常に多数の絵のシーケンシングを必要とする。絵ライブラリーの大部分は限られた数の組織に由来し、そのため組織特異的なスプライスバリアントは見逃されがちである。一方、 DNA マイクロアレーベースの解析、RNA 結合圧制、ディープシーケンシングといったハイスループットのアプローチでスプライシングを調査する手法も開発されている。これらの手法は、タンパク質結合に影響を与えるスプライシングエレメント周辺の多形や変異のスクリーニングにも利用される。インビボでのレポーター遺伝子圧制などのスプライシング圧制と組み合わせることで、 多ケや変異がプレメッセンジャー RNA のスプライシングに与える機能的な影響を分析することができる。マイクロアレイ解析ではアレイには個々のエクソンまたはエクソンエクソン境界の DNA 断片が利用される。アレイは研究対象の組織由来のラベルされた CDNA との結合が行われる。プローブとなる CDNA は その組織でメッセンジャー RNA に組み込まれているエクソン由来の DNA またはエクソン境界の DNA に結合する。これによって特定の選択的スプライシングを受けたメッセンジャー RNA の存在が明らかにされる。クリップではスプライシングが行われている組織でタンパク質と RNA 分子の主外線照射による佳強が行われる。 そして、研究対象のトランス作用スプライシング、調節タンパク質は特異的抗体を用いて進行される。タンパク質に結合している RNA の単理とクローニングが行われ、そのタンパク質の標的配列が明らかとなる。RNA 結合タンパク質を同定しそのプレ、メッセンジャー RNA 転写産物へのマッピングを行う他の手法としてはメガシフトがある。 この手法は、セレックスポーの応用であり、マイクロアレーベースの読み出しを組み合わせたものである。メガシフトポーによって選択的スプライシングが行われる、エクソン周辺において、ASF、SF2 や PTB といったスプライシング因子が結合する配列が特定され、選択的スプライシングの調節に新たな洞察がもたらされた。このアプローチは、 RNA の二次構造とスプライシング因子の結合の関係を明らかにするためにも利用されている。ディープシーケンシング技術は、プロセッシングを受けていないメッセンジャー RNA や受けたメッセンジャー RNA のゲノムワイド解析を行うために利用されており、選択的スプライシングへ洞察をもたらしている。例えば、ディープシーケンシングを用いて得られた結果からは、人では、 複数のエクソンからなる遺伝子の転写産物の95%が選択的スプライシングを受けると推計され、多数のプレメッセンジャー RNA 転写産物は組織特異的なスプライシングを受けていることが示された。機能ゲノミクスとマルティプルインスタンスラーニングベースの計算機アプローチが RNA シークエンスのデータを統合し、選択的スプライシングを受けた ISO フォームの機能を 予測するために開発されている。ディープシーケンシングは、スプライシングの過程で放出される一時的な、投げ縄構造のインビボでの検出、分子部位の配列の決定、そして人のプレメッセンジャー RNA、転写産物における分子点の大規模マッピングにも利用されている。レポーター圧制は、特定の選択的スプライシングイベントに関与する、 スプライシングタンパク質の発見を可能にする。この場合、レポーター遺伝子は、スプライシング反応が起こったかどうかによって二つの異なる蛍光タンパク質のいずれか一つを発現するように構築される。この手法はスプライシングに影響が生じている変異体を管理し、それらの変異体で不活性化されている新規、スプライシング調節タンパク質を同定するために、 利用される。選択的スプライシングのデータベースは複数存在する。これらのデータベースは、選択的スプライシングを受けるプレ、メッセンジャー RNA を産生する、遺伝子を発見する際に有用である。ありがとうございます。